まあまあな、この髪の毛はまあまあ後ほど、後ほどちょっとストーリー撮るね。チャルーム中だよって。アニメブブブブ、なんだこの可愛いアニメ、いびきアニメ声、うっそん。カレー作りながら見る、見て、美味しそう、カレー食べたい。そのプリクラはデートだ。クダハルクドゥです。今日は食欲多めでね。あ、これね、そうこういう髪の毛。レズンチェッポー、おひっさー、おひっさー、ママハタ、ありがとう。ラクスミスさん、なんだなんだ、なんかクリスマスのありがとう、久しぶり、めっちゃ可愛い、イエーイ、イブカール、白飛びするんじゃないよね。福岡城翔さん、クリスマスのなんかありがとう。メロパイスさん、バラありがとうございます。バラ86さん、ハートありがとうございます。イブちゃん今日も大好きよ、ありがとう。私も初回そしてそして作って作って、イヤホンで聞いてる、イヤホンは音量気をつけてください。ちょっとインスタ撮るね。今日使うのは、今日使うのはこちらのシナモンさんのものを使いたいと思います。クッション持っとこうかな、クッション持ちます、いきます。ここの方のあれめちゃめちゃ漏れるんで、ショールーム中ですって言っとこう。ショールーム中です、オッケー。マシーンハートありがとう。黒猫のメロンパイチさん、ハートありがとうございます。いぶきかわいいね、ありがとう。きょうちゃん、くまさん、ありがとう。これね、もうそろそろ捨てるんです。いぶきの作ったやつ。どうも、さくらんぼ、そう、さくらんぼかわいいでちょ。え、メイク天才すぎる、そう、メイク、メイク成長したかな。じゃーん、2年ぶりのショートカット、ダメよ。スキピー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 、なんでこんなに興味ない。おでこ見せてほしい。前髪スプレーして、え、なんでこんな白飛びしてんの。黒だからか。イエーイ、そろそろ公園でイブに会いたいぞ。イブキも会いたいね。公園ね、あれね、なくなっちゃったけどね、まあきっといつかあるので、その時待ってます。コーヒー飲める？飲めるっちゃ飲めるけど、飲もうとはしないって話です。リボンも可愛い、大きいリボン可愛いやろ。めっちゃ白飛びするもんね。うん、マジでスキピスキピスキピスキスキスキピーなんで、どっちにしろ白飛びするんかな。しばちゃん、はやてちゃん、ヘビーローテーション歌って、ヘビーローテーション、ちょっとやっぱつけとこう、暗いかも。レッドチーム公園行きたい、ぜひ来てください。紅茶派なのか、あ、紅茶は飲めないです。来た、ケータロー待ってたよ、イエーイ。ツイッターのアイコン大人列車になってたね。そう、大人列車の衣装にしました、イエイ。バーラー86歳とだるま、ありがとう。スキビ可愛かった。スキビね、いぶきだけバージョンもあるんだよね。いぶきだけバージョンもあるんですけど、もう一回出したから迷っております。今日石原さとみやん、嘘、チャララララ効果音なんかつけちゃうんだよね。イブちゃん初めて来ました。ちなつさん、ありがとうございます。
ちゃんちゃかちゃん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 。イブママに会えた。イブママに会うことはきっとないと思います。ハリボーお兄ちゃん、ドラマありがとう。メロンパン水産ハートありがとうございます。ハリちゃん元気な。ハリちゃん今修学旅行じゃない？わかんないけど。わかんないけど、この時期じゃないですか修学旅行。違う？違うかな。おらしい修学旅行行ってないからわかんない。ハリモニーちゃん、ドラマありがとう。元気だよ、ハルちゃんは。チナ、大志、イブ、ヤッポー。レズンちゃん、今日のお洋服も可愛かったね。やったー。今日はね、なんかこんなんです。こんなコウメ好き。コウメ好きよ。美味しいよね、カリカリしてて。イブキ頭いいね。頭いい。ありがとうございます。ありがとうございます。ほら、イブキ頭いいんだよ。みんな知ってた？どや。マシーンハートありがとう。昨日誕生日だったからゆなちゃん誕生日おめでとうって言ったし。いいよ、いきます。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアユナちゃん、シャララララ、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。素敵な一年になりますように。イエーイ。オンライン一生行けなくて県だけ残ってる。待ってます、待ってます。声、え、どうしたの？え、 TikTok 見たよ、ありがとうございます。メロンパイチーさん、ハートありがとう。アポロチョコ美味しいやんね。美味しい美味しい、めっちゃ美味しかった。公演楽しみにしてたのにね、会いたかった。イブキが頭いいなら僕は髪くらいかな。失礼だね、失礼だね。バラ86さん、ハートありがとうございます。トラ元気。トラさんね、イブキ向こうの布団で寝とる。マシーハートありがとう。バラ86さん、ハートありがとうございます。今日は絵本の読み聞かせないの。ここら辺絵本あるかな。よいしょ。絵本ってどこにあるんだっけ。しゅんさん、ハートありがとうございます。やす1983さん、ハートありがとうございます。来年の1月の AKB オンライン行くぞ、待ってるぞーい。イブちゃん、イブちゃん、怖い怖い怖い。メガちゃん、ありがとう。レズンちゃん、インスタの周年の衣装シリーズ、あれで終わりです、衣装シリーズ。全然ね、早が良くて撮れなかった。頑張って撮りました、バタバタ。イブのお前絶対買うよ。イブキのお前よ、ちゃ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 ん、プーキャッ。やつ1983さん、ハートありがとうございます。目痛い。ゆびちゃん受験勉強順調。なんとも言えまてん。頭のイーブさんに問題です。ハッピーバースデーの歌はどの国で生まれたでしょう。はい、これはもうわかります。じゃじゃん、イギリス。絶対イギリスだと思います。メロンパイチーさん、ハートありがとうございます。イブちゃんとクリスマスマーケット来て。クリスマスマーケットは本当にたまーにたまーに現れてます。マジで2回くらい現れてるけど、今年はまだ1回しか行ってないということで、きっともう1回行くと思います。どうしても食べたいのがあるから。食べ物で行きます。メロンパイチーさん、ハートありがとうございます。やあやあ、マシーン、なんだろうこれ、あるよね。お花ありがとう。ちょっともうちょっと上行きたいと思います。ちゃんとさん、くまさんありがとう。おー、めっちゃ上溜まってたわ。上まで飛びます、ピョン。イギリスファイナルアンサー、ファイナルアンサー。マスさん、ハートありがとうございます。あきみさん、デルマありがとうございます。サムトンさん、かわいい、ありがとうございます。前髪綺麗ね、ほんと。まあ1年前ぐらいに比べたらさ、いぶき前髪アイロンかけるとか
想像もできなかったわこんなにもできるようになりました。今では自慢の前髪です。前髪さ、量増やしたいんだけどさ、量ってどうやって増やすんですか。あ、ちなみに髪の毛の話なのですが、こちらはですね、本日買いました。私の髪の毛のオイルでございます。なくなりましたので買いました。これ本当にいい匂い、いい匂い、これおすすめだよ。受験だよ、ハートプレゼントしてよ、ありがとうございます。ゆかゆか楽しみなのね、明日はお芋ちゃんとです。ごめんけど今からお風呂入ってきます。いってらっぴゃい。あれ、メール送りますと。送ります。それ買ったらイブと同じ匂いかなになるのか。うん、そうだよ、イブキの髪の毛の匂いこれだよ。めっちゃいいにゃ。イブキ美少女すぎる。だってもう高校生になりたい、なりますあいまちゃんの身長抜いたイブキさんだ。あ、抜いたらよ。え、多分抜いた。持久走何メートルしてるの？何メートル？あのグラウンドって何メートルですか？わかんないんですけど。手に持ってるの何？何持ってる？怖い。学校にあるじゃん。そうなの？お母さん見てる？グラウンドって何周？わかるから。どんくらいだろうか。外見は JK になってきた。 JK 外見はってなんだよ。可愛いタイからのサポートありがとうございます。可愛すぎてニヤニヤとまゆきちゃんニヤニヤ。あ、何メートルだ、何メートル聞いて、自慢していい。ゆきね、あれだよ、400m なの。 400m 17周も走ったよ、20分の間に。すごくない？なんか体力はしないかなと思ってたけど意外にありました。びっくりこらげた。まあ現役アイドルなんでバリバリ踊って歌ってね、バリバリ体力確かにねあるっちゃあるよね。怖くないと。なんかクリスマスの丸いのありがとう。あるこちゃんとさ、なんかフラワーの花束みたいなのありがとう。マシンかわいい、ありがとうございます。今の中学生もシャトルランとかしおるの。しおるしおる。400m もう走れんかもしれん。やばいじゃん。めっちゃ可愛い。白飛びやね。イエーイ。あれ？どこ行った？あれ？ちょっと待って。あれ？やっぱないな。いやーってすんの？なんかね、いぶき癖で言っちゃう。いやーって科学大賞！なんだなんだこれは。サンタさんの！ありがとう！きょうちゃん、タワー！ニョキ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 、ありがとう。イエーイ。マシーン、ハートありがとうございます。
怖くないと、ありがとう、ありがとう。何 PS5 買った？ 1,2,3,4,5 PS5? 何？何ですかそれは。え、ゲーム？ん？ゆめちゃん、私のこと覚えたらもちよ、もちもち、前髪いい感じやん、イエイ。福岡県民はみんなやーって言う。え、言わんの？え、言わないの？言わないの？全体たまる一日、あ、言う言う。体育祭とかの時は言ったけど、今年体育祭なかったっけ、言わんやったけど。え、やーって言うよ。座ります、座れ、やって。いぶきうるさいから一人。やーの声が一人でかいんだよね、いつも。ってなっちゃう。福岡じゃないけど言うね。びっくりした。ねえねえ。いぶき久しぶり、なんなんなんだよ、やっぱーい、キラン、おひさ、いぶりのが好きで知ってます。やーの声小さかったら怒られる。うん、やり直しって言われるけどね、今の先生はないですね。そういうことはあまり。熊本やり、そうなん、なんでかな、何が違うかなね。公開権の一番は端っこもやっていうよ。そうなん？福岡なんか言う国と言わん国があるね。お元気いぶき、お元気いぶきです。スキッピーいぶきとデュエットバージョン出したし、あ、なるほど。じゃあ今日ね、この格好で今一人で踊ったら出しちゃったから、今度違う格好して出すね。ゆうちゃん読んで。あ、野村家さん、おひさ、カークタイズさん、ハットありがとうございます。なんか最近武器ね、呼吸が浅いんだよね、意味わかる？で吸わなきゃ、息が苦しくなる。息忘れる、息するの。スノールもありがとう。カークタイズさん、ハートありがとうございます。リボニーちゃん、なんだ、サンダーさんのありがとう。イブちゃん、寒さに強い、強くない方でございます。呼吸が浅い、そう、呼吸が浅いんだよね。いや、あのね、普通にね、いるときは全然喋り出したら呼吸薄くなる、喋り出したら呼吸するのは全部吐き出しちゃう。福岡の天神に猿が、あ、それ見た。猿ね、猿と遭遇できるかなとか思ったんだけどね、できませんでした。モンモンだるま、ありがとう。ちゃんとくさん、ハットありがとうございます。モンモンだるま、ありがとうございます。初めてショールーム見に来た、可愛すぎる、だって、ありがとうございます。イエイ。あの猿って、いぶきめっちゃ失礼よ。誰が猿じゃん。イヤリングみたい、イヤリング可愛いでちょ。白飛びこんな感じでございます。可愛い、テスト勉強頑張るね、頑張れ。いぶきも頑張らなきゃだ。後ろの四角いの何？あ、空気清浄機、なんだ、加湿器です。加湿器、加湿器。 YouTuber、 YouTuber、 あ、そう、こうやって YouTuber する。じゃあ YouTuber ごっこしよう、みんな。よいしょ。皆さんどうもこんにちは、イブ、何しようかな。皆さんどうもこんにちは、イブイブチャンネルのイブキです。はい、今日はですね、私の行きたいと思います。レッツゴー、ピュンピュン。
はい、ということでお風呂上がりました。お風呂上がりはこんな感じでいつもリボンとイヤリングつけてます。あとメイクもしちゃってます。はい、ということですね、まあですね、お風呂上がったらいつもこれを塗るんですけど、今日はちょっと偽物のお風呂上がりなのでつけません。じゃーん。で、それとそれとこちらもですね、塗ってるんですけど偽物のナイトルーティンなので塗りません。はい、ということでこんな感じでイブキのナイトルーティンは終わりたいと思います。バイバーイ。すごーい、いいね。みなれさん、なるまりがとう。そうです、イブキもお風呂上がりです。皆さんグッドボタン押してた。グッドボタン、チャンネル登録、チャンネル、 YouTube はさあんまり見ないんで、グッドボタン、チャンネル登録、ショールーム登録よろしくお願いします。登録人数稼ぐならサメはサバカの嫌だよ、可愛いと怖いよ。サメって可愛いよね、サメ飼いたい。塗らなかったやつ何？あ、これヘアオイル、ヘアオイルです。めっちゃいい匂い。あ、カズさん、ハートありがとうございます。キュンです。イブちゃん大好き大好きだよ、大好き。イブは一テストの推し推し、フレフレ、ナナちゃん、フレフレ、ナナちゃん、テスト頑張れー。おいらも頑張るぞ。すみません、ショールーム頻度などなど落ちちゃって、私も一応中3勉強しなきゃとか思ってるんですけどね。でへーペロ、何の香り、これ何の香り、わかんない。わかんない、わかんないです。でもめっちゃいい匂いです。あれ、前髪がオンザ眉毛じゃない。え、いぶきね、あれね、あれしてないんだよ本当は。でもね、あれだった、みんな切ってるって思ってたみたい。お風呂上がって出遅れたゾンナさん、ありがとうございます。イブちゃんの部屋ですか。そうでございます。激恥俳優部です。これ言っといて、言ってたよね。え、うん、言ってたよね、出てるよね。絶対勉強しない。いや、勉強はね、過去問とかあって、最近学校に残ってるんだよ。すごくない？明日は残れないんだけど、学校残って友達と勉強したら。すごくない？どや。ジョナサンハット、ありがとうございます。めっちゃ応援してます、ありがとうございます。この前はノーミーツのお仕事をしてまいりました。ちょっとずつ動いてます、俳優部も少しだけ。5秒、沈黙、何、沈黙、なんていうん、して黙るってことだよね。イエーイ。暗くなったら学校怖いね。でもね、学校は部活動生がね、後輩ちゃんたちが部活してるからね、暗くないんだよね、電気ついてる。イエーイ。やあ、お久しぶりです。めいちゃん久しぶりに来て、ちやちゃん、ちやちゃん、こっけこっこー、ありがとう。 HKT48 トーリーワンも良かったです、良かったです、美味しいよね。学校で居残りしてるのに、居残りしてる。
残り結構ね残りしてる子多いんだよね、中3。そうだよね。早くのっぱら公園見たすぎてつらいね。公演したい、武器も。ノーナイパーラーナイス、ペンペンペン、好き好き大好き大好き、ピャン。寒寒寒、鬼バカ寒い。ポストカード当たった。マジ？イエーイ、ありがとうございます。君が弱、みやびも帰ってきてよかったね。うん、よかった。みやびみやびみやびピー、イエイ。それ何のキャラクター？これキャラクターじゃないよ、いぶきの特注だよ。特徴なんだ、なんで言うんですか君、よしこ。うん、なんていうの、特徴、特注、なんだっけ。そういう難しいんだよ、似てる言葉多いから難しいんだよね。今から勉強してくんね、頑張ってー、応援してるぞー、ピエン。名前変わったの？変わったの君、名前ゆうこ、変わったの名前。あなたの名前は何ですか？コタロウです。あ、コタロウなんですか。あなたの無知で聞きます。あなたの名前は何ですか？ゆきこです。ゆきこになってるんですか？うん、コロコロ変わるみたいです。眠くなってる、今日めっちゃ眠い。眠くなってる、今日いつもよりテンション低いんです。ぐっすりぐっすり、やる気元気いぶき、無限マイスさん、働いてるぜまーす。うん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 、ね、今日のねリノめっちゃ可愛いんですけど、リノンちゃんとこマロン生誕祭だって。あら、マロン生誕祭可愛い。マロンめっちゃ可愛いよ。いぶきのお膝ですぐ寝るの可愛くない？いぶきは誰と一番仲良しなの？え、5期生みんなで一緒いること多いけど、プライベートとか結構一緒にいるのは、ご飯、公園終わりご飯行ったりするのはリミカとかヒナとか、リミカ、ヒナ、ヒジリ、リノとかワカナとかも行くです。うんうん、ケーキ食べるんだ。うちの猫ちゃんケーキ食べないんだよね。イエーイ。皆さん涙袋があるとね、なんか目大きく見えるらしくてね、教えてもらったよ。ここをねこうやって押さえてね、ですると涙袋出るらしいよ、らしいよ。いぶきちゃんのなんていうんだっけ、なんとか講座、好きな食べ物、いぶき好きな食べ物変わったんです。高カロリーのものが好きです。好きなものって言うんかな、好きなものは高カロリーのもの、炭水化物です。うんうんうん、前も涙袋を作る、作って作って作って、梅昆布、梅昆布、梅昆布美味しいよね。梅昆布、梅昆布、梅昆布、
あの干からびた昆布のやつ、ゆうきそれ好きだよ。ハンバーガーは大好き、つまりご飯でのご飯も大好き、何でも大好き、唐揚げも大好き、チーズクリーム煮も大好きやし、餃子も大好き、海苔も大好き、何でも大好き。ステーキ、いや、ゆうき、お肉よりお魚派です。うん、肉より魚派、いぶき。ドライブスルーって知ってる知ってる知ってる、ドライブスルー、マックとかね。パクチーは、パクチーはちょっぴり苦手。好きな寿司ネタ、好きな寿司ネタはサーモン、焼きとろサーモンが好きです。油が乗ってるのが美味しいんですよね。手遅れて寝てた。いいの、いぶきももう寝る時間。眠くなってきた。ピコーン。声が遅れて聞こえるよ。声が遅れて聞こえるよ。皆さんどうも、こんにちは。しゅうしゅうきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃんじゃかちゃん。じゃないじゃん。ありがとう。勇気よくね、勝手に作るんだよね、その場で。友達のね、すごいね、すごいよ、いぶきは。すごいよ、いぶきは。アレンジうまいじゃん。そういぶきめっちゃアレンジうまいんだよね、コウメ太郎さんのやつは。特技、コウメ太郎さんのモノマネって書いておこうかな。変えた得意。得意じゃないかも。全然合わないうちに見た目めっちゃ大人っぽくなったね。可愛さもあるけど。イエーイ、嬉しい、ありがとう。ありがとう。あ、コウメダイブなんだ。誰？コウメ太郎って見けた？面白い。ダイユさん、こんにちは。あ、面白い。怖くない。ひろき、ハート、ありがとう。名前までアレンジしちゃいました。モカだよ、モカちゃん、ヤッホー。これでザユって読むの、太郎と思っちゃった。こりゃいぶきなもから絶対抜けれないな。そうだよ、抜けれないよね。抜けれないぞ。イブちゃん知らなくてやってるんですか。いや、知ってるよ、顔真っ白けのね。知ってる知ってる。楓と一緒で感じあかんか。ダメだよ、違うよ。プンプクプン、白い家具が好きな、なんか白い家具が好きっていうか、おいで白い家具、いぶき、多分多分な。うんうんうん、いぶきの前に使いたい。もう使ってるでしょうが、使ってるやろうが。プンプクプン、黒い服好きなの。うん、そういうわけでもないけど多いですね、やっぱ。プンプクプンプン、久しぶりに名前読んでほしいな。ひろたーん、イエーイ。今日から進撃の巨人。え、そうなの。進撃の巨人好きなんだけど。ごめん、好きって言ったら違う。でもちょっと見てた。エレン・イェーガーです。アルミン・アルレルトです。
ミカサ、あ、ミカサ推しです、オイラ。何時まで配信する？お父さんが帰ってき次第する予定なんですけど、遅いね今日お父さん。でもね、もう帰ってきてるって連絡あったんですよね。だからその間だけひゅーんと思ってた。思ってた以上に遅かった。鬼滅はだらしい。鬼滅はあんまり見ない。 アニメはあんまり見ないです。水引き、うん、アニメはあまり見ないけど、鬼滅はあの方何話か見たんだけど、あの方が好きです。伊之助じゃない、なんだっけ、金髪の雷の方が好きでございます。善逸、善逸なんかでアニメ見てなさすぎる。でもね、鬼滅ね、面白いって聞いて映画見に行こうとか思ってたんだけどね善逸、善逸、善逸って方が好きです。何話か見てです。3話ぐらいだけで決めました。あのね、それ見たくてね、課金をしてたんですよ。お母さんたちにも許可をもらって。でも結局3話ぐらいしか見なくて1ヶ月で解約しました。キラキラキラ、7日公演当たってたの。ワンちゃん当たってたの、寂しい。ピエン、全く見たことないけど、カナオが好きで、それ絶対顔でしょ、きっと。そうだね、うん。3話じゃない、何話まで見たんだろう。あのね、炭治郎が修行行って、修行に勝っておっきいのを倒して最終選別まで行ったところまで見た。ちょっとねずこちゃん好き、武器ねずこのコスプレしようかな、ねずこさんのコスプレしようかな。で、目をピンクのカラコン入れて、ねずこのメイクしてみて、舌だけ巻いて、カプって、カプって加えるだけ。ちくわでいっか。食べ物でやりたいです。ちくわにしようかな、何にしようかな、何にしようかな、なすびとかきゅうりとか、いいね。さんま、それ猫やん、猫。カラコン入れてる、入れてるよ、見て、ビロ。うまい棒、あ、うまい棒いいね。でもうまい棒ってシュワシュワになって溶けてくよ、もうなんか。焼き鳥とか、あー焼き鳥のハツにでもね、ハツとか加えとこうかな。美味しくて全部食べちゃう、いつの間にか。何にしようかな。どうした、ぼんじりでもいいぞ。ぼんじり大好き。今度メイク配信して、じゃあメイク配信いぶきのでいいなら全然しますよ。マジいぶきすぐ終わるから、メイク配信。うん、すぐ終わるよ、いぶきのメイク配信。あ、でも今日はねちょっとね足してみました。お母さん見てますか、いぶきのさバッグに入っとるさメイク道具持ってきてくれたりして、いおちゃんにもらったこう持つバッグの中に入っとるよ。あ、棚のところを直してるよ。自分でメイクしてるの、うん、メイク今日、メイク、メイクとっても可愛いよ。メイク参考にしたいから見たいね。絶対参考にしてください、絶対だよ、絶対してきてね、メイクじゃ。業務連絡です。
キンコンカンコン、これマイク通してか、チープンカンプン、迷子のお知らせをします。ちょっとさえぶきさ、アナウンサーさんなのかな。生麦のもごめん生卵、この年で頭を撫でられてもさ、 TikTok のねあれ言えるようになりたいです。なんだっけなんだっけなんだっけ、音程が思い浮かば、あ、それこれ、いつか僕が有名になってなんか言った、うん、あのさ棚のさ、ん、違う違う、いおちゃんのもらったバッグの中にメイクポーチあるじゃん、あの棚に直しするかもしれん。ユロご飯食べてくる、キロちゃん行ってらっぴゃーい、おいしいご飯を食べてくるんだべ、行きます、言いたいと思います。これね、ビキね練習したんだよね、口パクならいけるよ、見てて、音って流しちゃダメなのか、行く、ありがとう、ほら言えるのママも可愛いだって首振ってます、いるんでしょ、いつか僕が有名になって週刊誌なんかに撮られて、どういう撮られて貼られてどういう関係だって聞かれてもすぐに答えるし、芸能人どこも知ってるもん、なんとかこちゃら、あ、はい、皆さんどうもこんにちは、いぶきです。今日ですねメイク配信をしていこうと思っておるんですけど、まあですね、私の使っているやつはこちらで、じゃあ鏡なので隠させていただいて、こちらのパレットをねこの前買ってもらって、これをずっと使っております。それではねやっていこうと思います。じゃあいぶきがやってきた通りその上からそのままするね、いきます。ちょっとこれ脱いだ、脱がないと白飛びするから、これ脱いどこうと思います。でででで、暑いしねセーター、いきます。まずはこちらを塗ります。ちゃんちゃかちゃん、いきます、キュッキュッ、はい、もうこれだけ、キュッキュッ、これだけ、本当にマジでこれだけです。そしたらこちらの100均です、これ超いいよ。これで今日のメイクはこれとこれです、紫の薄いのと濃いのを足して二重幅のところにシュ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 、まあねメイクも今日薄くなっちゃったので一日経って、やります、やり直します、こうやってキュッキュッキュッってします。ちょっと待って、くしゃみしたい、あ、くしゃみはでなくていいのかい、出ませんでした、もうちょっと前来て、よいしょ、いぶきソファー座ってたいから、椅子に座ってたいからもうちょっと前来てはい、こことここピピってこんぐらいつけたら、こっちも大幅にキュ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 ッとつけます。いぶきめちゃめちゃざっくりしちゃう、キュキュキュ、終わりです、終わり、あ、もうちょっと出してます、これと同じぐらいにします、 OK。 まあね濃いんですけど、これでラメを塗るので大丈夫です。ラメはこちら、手で真ん中だけシュシュシュイシュシュシュイ塗ります、シュシュシュイシュシュシュイ
はい、こんな感じ。そしたら最近目が大きくなるメイクを調べたんです。そしたらこちら、この激薄ブラウンを二重をここで描きます。二重じゃない、涙袋を描きます。で消して、描いて消します。あと二重幅のここの線にこうやって乗っけるとなんかいいらしいよ。オッケー、トママちゃんハットありがとう。スノール馬ありがとう。アリモ兄ちゃんダルマありがとうございます。男性の方もぜひ真似していただけると嬉しいです。そしたらこの真っ白なやつをここに乗せます。シュッシュッシュッとシュッシュッシュッとな。まあ私のすっぴんは公開は絶対にできないですね。あ、メールにだけ公開してますね。そんなこと言いながらポリポリ公開しとるやんかい。じゃん、白を塗ります。そしたら次、今日何塗った、これか、これをここに塗ります。キュッ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 、こんな感じ。そしたら、そしたらまたまたブラウン登場。なんかここは今日初めて描いてみたら意外といいかなとか思ったので、今後描こうと思うので皆さんに教えたいと思います。ここをなんか薄く、気持ちの問題です、ゆうきの場合描けうまくないから気持ちの問題です。チュッチュッチュッとチュッチュッチュッとします。気持ちの問題ですよ皆さんもね。したらこれでここを埋めます。こんな感じ、ピュピュピュッと埋めます。 OK。 したらアイラインをここをシュッ、こっちもシュッとします。アイライン下手っぴですが、こんな感じこんな感じそしたらオイラの下地は、下地はオイラあれです、日焼け止めでございます。日焼け止め、日焼け止め、なんかこんなのです。なんかキャンディードール化粧下地だ、ボディメイクアップみたいな、なんか肌が白くなるらしいですこれ。そしたらハイライトをピッ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 、こんな感じ。チークもチュン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 、こんな感じ。そしたらビューラーでまつげあげます。私まつげ下がってきたのでついでにあげます。ちょっと鏡欲しいな。まつげはめっちゃ大事だよ。切った、ファンデーション塗ったよ。ファンデーションってどれ、あ、これか、これ塗ってます。こちらノブのファンデーション、これをパンパカパンパンパン、パンパカパンパンパン、あり、こんな感じでいつも。だから下地は本当にイブリン早いです。でこれをやっていきます、ビューラーを根元からね、端っこ、真ん中で隙間、隙間じゃないよ。したらこれをシュッ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 ってします。シュッって、したら黒のどこよ、黒を、黒も同じようにシュッシュッシュッとします。そしたらこちらもシュッ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 、じゃあこちらも同じようにシュッ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 伸びます。そしたら下まつげも同じようにヒヒヒって、こうやって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 塗ります。いいねいいね、アイシャドウボビーブラウン、何ボビーブラウン、これローズボムです、ローズボム。ほんでもって最近私の一押しアイテム、じゃじゃん、こちらです。
グリッターシャドウです。これなんか可愛いんです。こうしたらここのここだけ塗ります。こうやって可愛くない？反対も塗りすぎるとおかしいので気をつけてね。こんな感じ、キラキラーって、ほらこうやって光浴びたらこんなんだけど、こっちに来たらちょっとキラッとする感じです。終わりいつかちゃんとしたすっぴんからのメイク配信しますね。お待ちください。いつか僕が有名になって週刊誌に撮られたり貼られて、なんとかこちらすぐに答えるし、なんとかって言ってする。そのアイシャドウパレット買うか迷ってたやつ買う、めっちゃいいよ、かわいいよ。イエーイ、こんな感じでございます。何回引きやろうと思ったんだよな。何にやろうと思ったっけ、引き何回やろうと思ったよ、思い出して。何やろうとしたんだおいら、うん、壁なんで一番使ってる、結構いいやね。ネネが買ってくれました。化粧品の給料のどのくらい使ってる、わかんない化粧品全く買わないんだよね。もうなくなるまで別にいっぱいあってもね、ゆうきまだまだメイク下手っぴだからさ、いっぱいあってもいらないかなって思ってる使わないかなって思ってるので全く買いません。だってこのマスカラとこのマスカラも、おっと、このマスカラとこのパフパフするやつとチークとハイライトとアイラインは初期の頃から一緒でございます。好きなスポーツは、スポーツ、いぶき何でも好きだよ意外に。ひろきさん、ひろきさんってかわいい、ありがとう、こんばんは、間に合った、やっほー、ありがとうございます。ゴーリのカフェ行ってみたい、めっちゃ美味しかった。どっちのだろう、芋の芋のやつ美味しかったよ。ひろきかわいい、ありがとう、ちゃんとさんハートありがとう、イエイ。いぶきはボクシング好き好き好き、錯覚メイクしたからスクショタイムやりましょう、やりましょう、やりましょう。イエイ。ボクシングしたら私も余裕で勝てます。くのはる余裕で勝てるぞやばい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 、くのはるに聞こえてるかもしれん。芋掘り好き、芋掘り好き好き、芋掘り。ワンショット写真会来た、ワンショット写真会しようじゃん。メルちゃんとボクシングしたら勝てそう、ボクシングは勝てます。いぶきはやばいやばい、そんなこと言ったら青春体育部で来るかもしれんけん、やめときましょう。負けまーすイエーイ。サラモジのテネルトゥ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 ル
クドハイショールームみたいにしてるのかな。してないんじゃない、わかんないけどさ。トモモさん、ハートありがとうございます。パンチしてイブイブパンチ、ビリビリタイマーイブキックを受ける。やだよ。え、なんか音鳴った、鳴ってないか。やだよ、イブちゃん大好きピ、大好きピーチやんじゃん。ひろきさん、バラじゃないや、なんだっけ、サンタさんのなんかお花ありがとう。26分、ランキング読みたいと思います。どこランキング、あった、いきます。15位、たまもさん。14位、ハリボニーちゃん。10位、13位、かずおさん。12位、セノール。11位、かきにゃん、イブブさん。10位、みのるイブブさん。9位、もんもんイブブさん、もも。8位、かーこ大佐さん。7位、バーラー863。6位、ちゃんとくさん。5位、この猫のメロンパイ羊さん。4位、萩山陽水さん。3位、マシーン。2位、福岡依存症さん。1位、きょ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 ちゃん、ありがとう。イエーイ、ありがとうございました。次の配信も待ってます。次いつかできるかわかんないけど待ってますね。イエーイ。ということで今日の配信もありがとうございました。またねー、バイバーイ。声が最後の最後でね、バイバーイ。切るよ。